イカスタポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは私大石優香とクリエイティブアシスタントの佐ろさんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などおしゃべりするポッドキャストですえっ、ー、と今日もちょっとこの AI プチコーナーみたいな感じで佐ろさんと二人でお届けしておりますうん、うん、はい、はい、お願いします,お願いします今回も動画ありの 見えるポッドキャストですので、うん、ポッドキャストとして聞いていただいてもいいですし動画ありで Spotify か YouTube で見ていただくこともできますはい、はい、なんですが今日はちょっとねあのビジュアル要素が多いからもしかしたら動画で見てもらった方がいいかもしれないんですがそ、うんはい。そね、まあその前に今週のよかったことを恒例、はい、<laughs> の恒例の恒例 <laughs> のコーナー <laughs> はい 私からじゃあ行きます。どうぞ。はい。はい、えー、さひろです。グリズリーネタもこ前回話したので、<laughs> <あ>まあ、来てますけど。今日,も <laughs> 今日も試合があってね、はい。はい、今日も試合があって、先ほど勝ちました。2勝3敗です。はい。あ、2>, あ2勝3敗。しないといけないので。おお<ー>、はい。頑張ってほしい。 です。えっ、ー、と、それを置いといて。<laughs> <laughs> それではないそれ。それも、それもそうなんですけど、えっ、ー、とね、昨日、あの、久しぶりにオフィスに、あの、全員集まって、オフィスミーティングみたいなのがあったんですよ。ゆかさんにもちょっとちらっとお話ししたんですけど、うん、やっぱり、みんなと会っていろいろわちゃわちゃ話すのは楽しいっていうのに、ね。<ー> <laughs> 3ヶ月に1回ぐらいですかね、みんな集まって、 なんか一日中会議するんですけど、うんうん、やっぱりこう、リモートもいいけど、たまにはみんなで会った仕事したいなっていう感じで、そうです、ね、充実した一日でした。ああ<ー>、はい、よかったです。はい。なんかずっと缶詰だって言ってたから <laughs> なんか大変なのかなと思って。そうですね。いや、なんかすごいあの、アメリカ人ってめちゃめちゃ喋るじゃないですか。<あー S 2> なので。<laughs> <laughs> はい。なので、のなかなか終わらないみたいな。あ、そうです、そうです。はい。そんな感じでした。<laughs> お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。はい。ええー、私はですね、うんうん、えっと今日今まさにあもう終わったかな。ちょっとあのユンギのコンサートが、はい。そう BTS のシュガですね。コンサートが、はい、えっと今日初日でツアーが始まりました。うん でもうなんかタイムラインがもう,うわーなってて久しぶりにこの感じが嬉しいなと思っていて私は今週末に行くのでまた来週の良かったことは多分コンサートに行けました<あ> <laughs> ということになると思うんですけどいいす、ね、すとりあえず今日はもうなんかそのツアーが開幕したみたいなのがすごいなんかお祭り騒ぎで楽しい、うんうん、嬉しいという感じです。はい ちなみに今日はどこで公演されたんすか今日は UBS アリーナっていうニューヨークのなんかすごいちっちゃいスタジアムみたいな感じで二万人ぐらいしか入らなくてもう 絶対スタジアムできるだろうっていう感じなんですけど <laughs> なんかその時ちょっとビビっちゃったらしくてちっちゃめの箱に結構全部ツアーがちっちゃめなんですよね、えー、なんかいっぱいそうなんだ場所はあるけどうん、うん、そうそう全部一つ一つの箱が結構小さいのででもその分多分近くで見れるしそうんあいいですねえー、ユンギさんめっちゃ近くにいるってことですねそ<う>今そうそう <laughs> そう、近くにいるし、いいね、なんか近くで撮った写真とか、動画がもうめちゃめちゃ流れてくるし。いやすごいいいな、いいですね。いや、チケッティング大変だったんじゃないですかね。ねそうそうそう、大変だったんですけどね。でも、結構直前とかになると、またチケット出たりするので、今日買っていった人とかもいるとか。あ、そうなんだ、えーうん、昨日買ってたりとかっていうこともあるんで。いいでね、で最後まであきな、諦めなければ。 あのめっちゃいい席じゃないかもしれないけど結構行けるっていうのがとしてあります <laughs>、はい、<laughs> で私はまあちょっと今回は1回しか行かないんですけど、うん、1>, 1回しか行かないんですけどってうのもおかしいかもしれないけど <laughs> ツアーで昔はあのこうやってオタクになる前はなんで同じコンサートを何回も見るんだろうって思ってたんですよね他のファンの皆さん。はい、1> 1回見たらもう全部 聞いたじゃん、一回、みたいな。わざわざなんで遠征とかあるじゃないですか、言葉あ、ありますね。なんで遠征なんかして、うんうん、もう一回同じの見るのとか思ったけど。<laughs> 今ではちょっとね、はい、そっち側の人間になってしまいましたそうですね、はい <laughs> いや。楽しみにしてます。はい、いろいろアップしてくださるの、はい。待ってます。はい、ありがとうございます。はい、<laughs> はい、というわけで、うん、今日のネタはですね、キャンバー。 したキャンバー使ってみようということでキャンバーもご存知の方多いかと思うんですがキャンバーに AI 機能が結構最近乗り始めていてなかなか面白いものがあるので、うん、ちょっとやってみようという感じです、はいはい、じゃあちょっとシェアしますねまずやってみたいのがですねあのこのテキスト2イメージっていうのが加わりました。うん でこれ何かっていうとこ,、まあ、ここに書いてあるみたいになんかパンダサーフィンアウェイブとか言って書くとパンダがサーフィンしてる写真が勝手に生成されるみたいなだから書いたものがそのまま出てくるみたいな感じなんですが、うん、ちょっとやってみましょうこれ、スタイルも選べるんだあそうですね、なんたぶんシー・オールを見ると 3D とかも確かあ,、えー、あ本当だ、うん。 3D でなんか、はい、これ日本語はだめなのかなあどうなんでしょうやってみますやってみようなんかはいお花 <laughs> あ生成されますねめっちゃキモいけど<ー> <laughs> 色合いキモい色がえぐい <laughs> 色がえぐいけどあこうやって、まあ、入れられますとなるほどなるほど 3D ですね。3D ですね。ちょっとキモいっすね。じゃあフィルミックにしてみよう。ちょっとシネマティックな感じのお花とかですね。お花っていうちょっとプロンプトがよくなりますけど。もうちょっと。あ、なんかおしゃれなので。おしゃれなお花。ウェディングっぽい感じ。ウェディング。もうちょっとスペシフィックな。バラが。プランターに。 植えられているフィルミックってそういうちょっとこういう淡い感じになるのかフィルターがちょっとかってる日本語も全然大丈夫ですね日本語もできますねああなんでこう全然違う解釈をされている感じがする <laughs> なるほどなるほど<ー>まあこういう感じなんですけれどもうん、うん、もっと面白いことがありましてマジックエディットこれかこれをやると、うん、なんか例えばちょっとこ,れをかいこの背景を描いてみ、ね、るみたいな、うん、<laughs> 大きくしてペンでなぞったところを選択して、うん、これで何に変えたいかみたいなのを。 入れます何に変えましょうかんか日本風の屏風できるかなこれでポチってやるとここの壁の部分ができるかなおおすごいすごいのできたできたすごいすごいおおんかちょっと軸は歪んでいるがすごい に和室にいいるゆかさんみたなったじゃこれちょっと OK にしてあとですねじゃあ服をやってみようはいちょっとこうやって服をなぞってじゃあサヒロさんが何を着せたいかちょっと考えてくださいあ私がこれをなぞってこれあれですねニュースではえっとタンクトップを着てる女の人の 顔は映りはいいんだけど、タンクトップ着ちゃってるから、ちょっとこう、なんだろう。ちょっとプロフェッショナルな。プロフェッショナルには使えないんだけど、これさえあれば、リンクトインの写真にもできるっていう。売り。売り。バスケットボールジャージおどうだろういけるかなこのポーズを理解できるか。おおすごいすごいすごい。かっこいい。なんか、あ、お、なんかすごい。 え、これいいじゃん。これかっこいいですね。あ、これも、あれか。あ、ちょっとこれをかこ,いい <laughs> これでいっちいこれやばい、これやばい。しかもレイカースレイカースやばいやばい。<laughs> なんか、ちょっと審判みたいになって審判、ね、審判。<laughs> なんかちょっと後ろ前っぽいんだけど。そうそうそう。でもこれすごい。これすごい、これすごい。おおあ、なんかやっぱ、長袖にちゃんとしてくれるんですね。ね。うん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 。 おーすごいすごいすごいあおしゃれな感じ,じゃないですかおしゃれおしゃれ4枚目やばいですね4枚目やばいど,どんなどんなジャージだっていう <laughs> ちょっと和室に合わせて着物とかできるかな着物だけでできるかななんか不安 <laughs> 着物を着物をちゃんと着物って理解してくれるかはねあと腕の部分結構難しいからねあ<ー>着物 めっちゃ袖長く書いてくれましおーおーすごいすごいあららららあ、素敵じゃないですか<お>あ、あ、ちょっと肩が。肩が。おお<ー>あ、肩が。<laughs> <laughs> すごい撫で型になってしまった。お <laughs> あとこ、これなんかムキムキになっているか <laughs> ちょっとなんかボリューム感が遠い,いですね。ね、ボリューム感難しい。これ,うんこれが一番すごいかな。すご,すごい。そうですね。 おえー、面白いえ。結構いいですね、精度が。ちょっとあと、なんかのソフトで調整したら。ね確かにちょっと、フォトショーとかでうんうん、うん。そうですね。なんかここにちょっと指みたいなもの<ー> <laughs> 怖い,い怖いの見る。怖い、怖い。<laughs> そういういことがあるからね、AI、はょいい手が怖い,い手が怖い説ありますね <laughs> 面白いこの着せ替えおおすごいあじゃあこの前みたいなウェディングドレスやってみよああおお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 おなんおおおおおおーおお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  怖い怖い腕めっちゃ細い <laughs>、ね、元の着てる服をな,なんかちょっとあれなんですかねうん、うん、参考にしてる部分あんのかなああそうかもしれないですねちょっとだからダボっとしてる服とか着るともしかしたらそれがなんか骨格のなんかベースみたいな感じになってるのかな、ね、ああでもでも最初2枚目めっちゃ腕細いですもんねちょっとなんか崩れてる感じということでキャンバは実は結構 使っているツールなんですけど、うん、いつも使っているツールにプラスで入ってくるっていうのもすごく面白いしうん、うん、なんか実際に便利になる感じがこう分かりやすいですよねうん、うん、ちょっとさすがに私たちのワークフローの中でめっちゃ使うわけではないかもしれないけど何か取り忘れたりとかあるかな あ、取り忘れたものをテキストというイメージでジェネレートするって感じですか <laughs> ね。な、それはさすがにない気がするけど、<laughs> なんかちょっとネタで、なんかこう、うんうん、わかんないけど、なんかここに何かを乗せたいみたいな、なんか鳥、うん、鳥を乗せたかったんだけど、鳥の素材がないみたいな、うんうん、そういう時に、じゃあここに鳥を乗せてくださいみたいな感じの使い方はできるかもしれないけど、今日やったみたいに、いきなり、 ウェディングドレスに着替えたいですみたいなことは <laughs> なかなかないかなあでもあるかななんかうんなんか機会があったらねそのサムネとかで使ってみたいですねあそうですねうんあとなんか素材をこうなんだろう探してるときにフリー素材とかでないときに自分でじゃあ作っちゃえうん、うん、みたいなのはいいなそうですよね著作権的に うんうん、どうなのみたいなところもあるのでネットで拾ってきたやつを使うのってそうですねなんかちょっとグレーエリアなところもあると思うので,、うん、で CANVA の AI はどういう著作権になってるか実は知らないけど <laughs> お多分これで使えるってことはう、ね、ある程度、そういうい商用に使っていいライセンスなんだと思うんですけど。うん,うん、うんうん ということで今日はキャンバの新しい AI 機能のテキストトゥーイメージとマジックエディットというのを紹介してみました、うん、ぜひ皆さんも試してみてください、はいえっと、テキストトゥーイメージが無料でできるんでしたっけうんえっとあ両方これはね無料でできるはずですあ両方無料で、うん、無料アカウントでできるうんすごいですねすですかなり太っ腹はいね、うん。じゃあこの機会にぜひぜひ試してみてください リカスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。スポ o t ィファイでお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。